てるらん。あ、でも仕掛けもございません。なんとこの硬い鉄分豆が潰れた。まずは水道水をグツグツ沸かし、豆を入れて火を止める。15分後、すごいことが起こるぞ。ハンドパワー、お見事。簡単だろう。この方法さえ知っておけば、大豆の水煮は変わんでよし。満腹感もあるから、ダイエットをしたい方、節約したい方にもおすすめじゃ。この豆は保存も可能だから、ヨッチさんは毎年買いだめをしている。ライバルが増えるから内緒。ちなみにダイソーで売れてる節分豆が一番安かっただそうだ。節分豆でさっと作れる砂糖醤油&きな粉味が完成したぞ。私大変なことに気づきました。砂糖醤油もきな粉も原料は大豆、つまり大豆の親にあったということは節分豆の里帰りだ。それでは最後に、お供が喜ぶ節分豆の入れ物を作ります。お好きなサイズの紙コップをこのようにチョキチョキ切っていきます。末っ子がなんか独り言言ってますね。はい、できました。ここに角とお顔を貼り付けたら完成だ。鬼だ鬼だ、ゴー。ぜひ親子で作ってね。チャンネル登録と高評価お願いします。